日光フロッキーが使いやすくなる小ネタ。その2、個別銘柄を見た後にブラウザバックするとページ上に戻るの面倒ですよね。そんな時は投げすしタップすると便利です。ページをプレビューで閲覧できます。 保有銘柄が多い方は、ぜひお試しください。ご視聴ありがとうございました。